まだビルボだけは指輪をはめていたのです。エルフたちはドワーフたちを王の砦へ連れて行き門を閉じました。また捕まったのか。ガンダルさんがいないんだ。私が助けなきゃ。エルフたちに気づかれないようにしないと。じゃなきゃみんな逃げられなくなる。ここは見つからないように行けっていう感じじゃねえよ。ドワーフたちを見つける。なるほど、スニーキングミッション。エルフは鋭い感覚を持ってる。たとえ指輪があっても近づきすぎない方がいいな。指輪踏める状態で敵に使う敵に見られるとキルボは破壊されるので指輪を外したり。ここは指輪攻めか。一回セールする。こっちはちょっと意味ないかな。反対側行ってみるか。反対側行く。エルフ3人が見張ってるよ。3人がずっじーっとこっちを見てる。指輪つけてると攻撃はできないんだよね。攻撃してもバレて終わりだろう。降りてエルフの動きを見つつ、回収。ダメだ。そのまっすぐ行けるか。何か様子が変なのよね。誰だ。今のは何だ。これは何でもないみたい。スネークだ、スネーク。確かに。これは何だ。これは何をするものだろう。何をするものだ。死んじまうかもしれねえな。あ、おっと、ここまっすぐ進める。一回セーブする。こっからまっすぐジャンプすると届きそうな気もするな。一回セーブするか。こっちから行けそうな気がするな。ここはこう行けばいいんじゃない。よし、やっぱり行けた。こうか。ビルボが
よし。カメラがね、いけないんだわ。よし。一回こう降りて、このダメージ。しまった。危ない。失礼しまった。こっちか。よし。あった、ダイヤモンド。飛び移れるかな、ビルを。もっと上がいいか。OK。これ上に行けるのか。これ以上上には行けんな。多分こっち側だと思う。セーフポイントに行くなら。ちょっとビル見えない。で、座って、降りて、一回セーブしようか。あそこの上に、なんかあるんだよね。棒高で行くんじゃないかな。くそ。ミスったか。よし。うわ、危ねえ。よし。どうしよっかな。反対側にもいろいろあるんだよね。危ねえ、見つかるとこだった。ゴー。あそこの上は行ったけど、取らないといけないんだよね。エルフが見張ってる。あー、宝箱がある。危ない。宝箱はセーブしてからの方がいいな。水かけ草なんか意味あんのかな。よし、一回セーブしようか。なんだドアフォン。一回セーブしに戻って、次は宝箱、あそこの宝箱、ここの上の宝箱を狙おうと思う。ノーダメージでいきたい。今のなんだ。危ねえ。エルフがいた。誰だ。何か様子が変なのよね。メタルギアソリッドだ。ステルス迷彩だ。何でもないみたい。物資はたくさんある。ここをなんとしてもノーダメージで抑えたい。だあ。で、上に扉があったよな。あそこだよな。はい、行きたいと思います。どっ。あー